はいえー、改めてご紹介に預かりました株式会社シナスタジア代表の有利と,しと申しますよろしくお願いします、えー、まずはじめに私の自己紹介からさせていただきたいと思いますえー、と私大学院で東大の大学院で、えー、自動運転のえー、とスラム技術っていうえー、とま。 コンピューターがこう3次元の空間を、えー、人間と同じようにう理解して、まあ、自分がどこにいるのかっていうのを、まあ、理解するための、えー、技術を研究しておりました。で、えーまあ、大学院在学中にですね、えー、移動体験、新しい移動の、えー、体験を創造する、えー、ために、まあ、シナスタジアという今の会社を、えー、設立して当時、大学院 でえー、と自動運転や、まあ、VR の、えー、と研究をしている、まあ、メンバーとともに、えー、立ち上げた学発ベンチャーになります。で、えーとまあ、拠点、今あの品、えー、つい最近まであの東大のキャンパス内で活動していたんですが、えーとまあ、今は品川の方にえっ、ー、にオフィスを移って活動しております。 でえー、弊社親会社ティア4という、あのー、自動運転ベンチャーがございまして、えーとまあ、そのティア4のグループに属する、えー、ベンチャーになるんですが、えーまあ、自動運転技術を活用して、まあ、特に弊社、えー、とシナスタジアは、えーまあ、その VR 技術と、えーまあ、自動運転技術をまあ組み合わせて、えー、と新しいサービスを、えー、と事業開発しております。 でその中でも、ライドビジョンという VR や AR といった XR と総称される技術を活用した新しい移動体験のサービスを開発しております。 でまあ、このライドビジョンというシステムは、ライドビジョンキットっていうハードウェアの、えー、システムキットがございまして、えー、簡単に言ってしまえば、この、えー、ハードウェアキットをどんな乗り物にでも後付けで乗せることによって、その移動に連動した、えー、VR や AR 体験が可能になるというものです。 でちょっとイメージつかないと思うので、まずはご、えー、動画をご覧いただこうかと思います。で、これから流す動画はですね、えー、タイムズのレンタカーを借りてきて、でその日に、えー、弊社のライドビジョンキットっていうハードウェアキットを、まあ、そのタイムズのレンタカーに20分くらいで乗せて、えー、東大のキャンパス内を走り回りながら、えー、と体験する VR の映像です。 でえー、後部座席に乗っているお客さんが、まあ、v r ゴーグル被かぶってステレオカメラがついているのでそのステレオカメラで周囲の実写の、えー、景色もこう見ながらそこにこうバーチャルな映像を重ね合わせて、えー、体験する、えー、ものになりますで、えー。左上に出ているのは、えーっとまあ、ちょっとこれ、今外からの映像なんですが、まあ、ドラレコのえっと映像がこれ流れてきます。それではこれからちょっと動画をご覧ください。 自動運転ツアーへようこそ私はナビゲーション AI のウィールですこれから明るく点滅している場所が今私たちがいる場所ですそしてこれからこーんなルートに沿って目的地まで自動運転していここからは新感覚の観光体験をお届けしていきます 社外を見回してみてみください文の都ここ文京区本郷は数多く安心するには早いですこの森にはまだまだお化けが潜んでいるみたいです全員やっつけて無事に帰りましょう 今、動画の中で、えーとまあ、タイムズのレンタカーなので当然、手動運転での走行だったんですが、まあ、説明でちょっと自動運転っていう言葉が出てきていて、まあ、違和感を持たれた方もいらっしゃるかと思います。で、今のコンテンツ先生、まあ、東大のキャンパス内でも動いているんですが、えー、とルート情報をあらかじめデータとして読み込んでおくことで、まあ、自動で、えー、とその車のルートに合わせて映像を出してくれるものになっておりまして今 えー、東大キャンパス以外でもあの愛知県のモリコロパークっていう、えー、愛知9泊の跡地で、えー、ティア4の自動運転車が実証実験として、えっと、自動走行しているんですが、まあ、そこの、えー、自動運転車内でもこう見れるものになっております。 でえっ、ー、とつまりまあ自動運転車ともえっ、ー、と連動できるシステムになっておりましてまあ実際これ2年前に、えー、長野県の飯田市というところで、えー、KDDI さんと一緒にまあ自動運転車での、えー、実証実験も行いましたでその時のちょっと動画もご覧いただければなと思いますこれから流していきます今運転士の方はハンドルから手を離しています自動で交差点に入ってきますこの試乗会は リニア中央新幹線の新駅が建設される飯田市などが観光振興につなげようと企画しました。試乗会には市民など40人が参加し、緊急時以外は自動で走行する技術が搭載された車に乗り込みました。車はセンサーで人や障害物を感知しながら登録されたルートを走る仕込みで、円形の交差点などおよそ600メートルを3分ほどかけて走りました。 初めてね。また VR の技術を活用した観光案内の体験も行われ、ゴーグルにイベント情報などを話すバーチャルのキャラクターが映し出されると、驚いた様子で新しい技術を体感していました。 この時はですね、まあ飯田市の一般の方40名くらい乗っていただきました。 でまあ、飯田市って、えー、高齢化が進んでいる町で、えー、と半分以上の方が、まあ、50代、60代の、えー、年配の方だったんですが面白かった発見はですね、えー、年配の方ほどあの視力が落ちていて、まあ、普段自分で肉眼で景色見るよりもこう、えー、カメラの映像を通して景色見た方がはっきりとこう街並みが見えて、えー、とー楽しかったということをおっしゃっていたのが、まあ、面白い発見でした。 でまあ、これあの VR 酔いとか、えー、車酔いっていうのがまあ同時にかかってきて、まあ、すごく酔ってしまうのではないかと、えー、皆さんお考えになるかと思うんですが、まあ、実際、ですね2年前この実験を行った時にはやはり20%くらいの方が酔ってしまいました。でそれはでですね映像のの遅延であったり、えー、まあ移動の している位置のえっ、ー、と推定精度っていうのをどんどん改善することによって、今はだいたい4からま5パーセントくらいの方しか迷わないと、えー、まあ、これまで累計200名以上の方に体験いただいてるんですが、それくらいまでえっ、ー、と酔いっていうのは抑えられています。で、まあ元々あの車に乗るだけで酔ってしまわれる方もいるので、まあ、ほとんどえっ、ー、と酔いのないえシステムになっているのではないかと考えております。 でえーとまあ、技術的にはです、ねえーと、車両の、まあえー、高精度なこう自社位置精度、あ位置をまあ推定する、えー、技術と、車内の、えー、とゴーグルかぶっている人が今、どこを見ているのかっていうのを、えー、とリアルタイムにセンシングする技術によって、まあ、先ほどのような体験が、えー、とできています。 でまあ、さっきのコンテンツ、ちょっと、えーまあ、コンテンツのクオリティとしては、えーまあ、全然高くないものだったかと思います。でえー、今後、まあ、こういった、えー、と体験を全国各地で広げていくためにです、ねえー、まあ我々だけがコンテンツ制作するのではなく、えーまあ、コンテンツ制作得意な方々が、えー、簡単に先ほどのようなものを作るための、まあ、API を提供しております。まあ、API というよりは正確にはあのプラグインなんですが、それを今、Unity と Unreal Engine、特に Unity の方でえっ、ー、でプラグインを 今かなり作っておりまして、もう本当にあのリアルタイムにこう車の自社位置情報を取るとか、ルート情報を取るってどうやってやればいいんだっていうことを全く意識せずに、まあ、利用できるような i p i というかプラグインを提供しております。なので、Unity… 普段あの使い慣れている方々にこのツールを使っていただくことで先ほどのようなコンテンツをどんどん作っていって全国各地で面白い体験っていうのをどんどん広げていけるような仕組みを作っております。で えー、例えば京都市内を走っている時にどんな体験したいかって、えー、考えた時に例えば、えー、私だったら、まあ、京都アニメーション結構好きなので、えー、と京アニのキャ,ラキャラクターとかあとまあ熊ンみたいなご当地キャラクターがこう まあ熊,本熊本ですけど、えー、と出てきて、もうバスさっきみたいにバスガイドしてくれたら、えー、とすごく楽しいと。ただ、年配の方ってもうちょっと違うものみ見たいはずで、えー、実際、飯田市の,あの体験された50代、60代の方に聞いてみても、えー、こう歴史の体験が見てみたいとか、えー、と戦国武将が出てくると。あと、京都だったらまあ1000年前の平安時代の街並みにタイムスリップして、その街並みと今のけ、えー、街並みを見比べながらこう移動してみたいとかっていう、えー、ことが考えられています。でまあそれをまあ がえっ、ー、とさっきの API を利用してどんどん作っていって、えー、将来的には 5G で、えー、と自分の見たいものをこうダウンロードしてみ、えー、ると、えー、例えばこう40人乗りのハトバスなんかでも、えー、全員こう違う言語、まあ、声を いろんな言語で吹き込めば、さっきのコンテンツってこう多言語対応できるので、えー、例えば40人乗りのバス、全員こう違う国の人でも、えー、それぞれの言語を用意しておいてで、違うコンテンツをそれぞれが、えー、好きにこうダウンロードして、まあ、見るみたいなプラットフォームを構想しております。で将来的にはあの、まあ、自動運転、 時代が来たら、まあ、年間300時間の運転時間が可処分時間になると、えー、言われていて、まあ、これ、えー、エンタメの余暇市場に換算するとグローバルで9兆円くらいの市場規模になると言われておりますと。でまあ、実際、今、飛行機内で、えー、と映画とか、まあ、ゲームできると思うんですけど、あのエンタメ市場5000億くらいあって、飛行機の13倍くらい車は人を運んでいるので、えー、まあ単純計算でもまあそれくらいの市場規模になっていくのかなと考えておりますと。でまあ、もちろん YouTube とか Netflix 見るっていうのもあるとは思うんですけど、 えーまあ、移動しながらの、せっかくならまあ移動しているときに、まあ、その場所ならではの体験っていう、先ほどのようなものも、えー、一つ、えー、新しいこうサービスとして成立していくのではないかと考えております。でただ、自動運転時代来るのって、まあ、ちょっと、えー、先の話になってきますと。で まあ目先はですね、あのー、さっき言った、はとバスみたいな、えー、既存の観光、えー、バスツアーみたいな旅行商品というのがまあ成り立っていますと、でまあちょっと今、コロナでえと観光っていうのはちょっと厳しい状況下にあるとは思うんですが、えー まあ、マイクロツーリズムで、まあえー、と地元の方々であってもさっきのような体験、まあ、京都に住んでいる方でもなんかこう VR と重ね合わせた京都の、えー、観光体験って誰もまだしたことがないと、でまあ、非常にこう強い、えー、付加価値が、えー、あると、えー、考えておりますので、まあ、そういったものを、えー、用意することによって、まあ、マイクロツーリズムの、まあ、文脈で先ほどのようなサービスを成立させていきたいと考えておりますと。でえー 今、足元ではですね、京、え、急、ー、のアクセラレータープログラムに、えー、採択していただきまして、京、ま、急、あ、さんが運行されている、まあ、横浜を走るオープントップバスに弊社のこのライドビジョンというシステムをまあ搭載して、えー、横浜、えー、XR バスツアーっていうまあ旅行商品の、えっ、ー、と、 共同開発を進めております。でえーとまあ、早ければ年内、えー、遅くてもまあ来年の、えー、と3月までには、えー、と実際にこうサービス実証を進めていく予定であります。 の場ではです、ねあのーまあ、せっかくであれば今、今、えー、作っているこう Unity のプラグインについて詳しく、えー、ご紹介したいなと、えー、思いつつ、ちょっと今現状、その後までのご用意ができなかったので、えー、と詳しくはです、ね、あのこの後、えー、弊社 CTO の崎山も、えー、と同席させていただきますので、まあ、その場で、えー、とご質問等をご対応させていただければなと思います。えー、本日はありがとうございました。この後、えー、ご質問等お待ちしております。よろしくお願いします。